ミンスク県検証ミンスク県は、聖正ロシアの県である。また、北西地域の中の一県でもある。行政中心地はミンスクであった。1793年に創設され、1921年に廃止された。旧ミンスク県の大部分はベラルーシ領となっており、一部がウクライナ領に含まれている。ミンスク県は、1793年に、 第二次ポーランド分割によって、ロシア領となった地域に設立した。設立当初は、海区分として13の軍が設置されていたが、1796年に、十軍に再編された。また、1843年には、ビレイカ軍、ジスナ軍が、ビリーナ県の管轄となり、ノボグルドク軍が、クロドノ県から編入した。九百十九年、モギリョフ県の旧軍と、 チェルニゴフ県の4軍、そしてミンスク県内のレチツァ軍からなるゴメリ県が創設された。また、同年はバラノビチ軍がミンスク県内に分離、編成された。しかし1919 19年にポーランドが再興するとバラノビチ軍、ピンスク軍、ノボグルドク軍はポーランドに割用された。1921年ミンスク県は廃止され、 当時県内に設置されていた6軍は白、ロシアソビエト社会主義共和国の管轄となった。これらの6軍は1924年まで、白ロシアの行政区画として存続した。20世紀諸島のミンスク県は、面積およそ9万1213平方キロメートル、人口およそ253万9000人を有していた。ファイ・ゼー 86、1890から1907、いげたさだよし編、コンサイスロア辞典三成堂、2009年、P87Weekly、1897、ぜい、Weekly、1897、ぜいぜい50、ありがとうございます。